出ましたね、はい、英検の準2と2級の間に、はい、9ができる。英検側からもメッセージ来てね、英検の方から、協会の方から、あれその後ろ、え、やっぱ準1取るまでもっと時間かかってるじゃんね。始まりました、もちチャンネル。さあ出ましたね、はい、英検の準2と2級の間に、はい、9ができるっていうやつですね。はい、やっぱり合ってました。公式に発表出ました、プレスリリース出ましたので、糸じゃねえ、紐が出てない。はい、良かったですね。で、動画出した時にね、嘘とかって言われてね、嘘つくんじゃねえみたいなのがねあったんですけど、言ってたやつ消えてたな、コメント消えてたな、なんかすごい言われてたな、嘘つくなみたいに。はい、嘘じゃありませんでした。ということで、はい、正式発表して、英検側からもメッセージ来てね、メッセージ来て、怒られんのかなとか思ったらね、怒られてなかった発表のお知らせでした。そのプレスリリース出ましたんで、よろしくお願いしますっていう英検さんから、よかった、プレスリリースの前に出すんじゃないお前みたいにね言われるのかと思ったら、全然そんなことなかったです。はい、英検に新設級ですね。はい、新設級という名前なんですね。準2級と2級の間導入のお知らせと、2025年度より開始予定。はい、やっぱり待ってました。あ、9月29日になりました発表は。もっと早くかったんですけど、本当はね。公益財団法人日本英語検定協会以下英検協会はこの度31年ぶりに、はい、実用英語技能検定以下英検の準2級と2級の間に新たな級を導入いたしますということで、はい、正式に発表です。英検従来があった英検 SCBT ともに2025年度からの開始を目指し、今後開発を進めてまいりますということで、はい、SCBT も出るわけですね。言われてましたもんね、これを SCBT もですかみたいなねコメント来てたんだけど、はい、SCBT もやるそうですね。 SCBT っていうのはスピーキングがパソコンで吹き込みですね、面接じゃなくて1日で終わるやつで、そちらでも導入されるということですね。はい、導入により目指すこと、前提、英検はこれまで高校1年生で準2級、高校卒業時に2級の取得を目標としたレベルを設定してきた。そうなんですよ、これね結構勘違いしてる人が多くて、なんかやっぱりね大学入試で準1級使われるようになってきたから、なんか高校終わるのって準1レベルなんじゃないかなって結構思ってる人いるんですが、そうじゃないんです。2級で高校終了レベルなんですよ。はい、で、確実にセファールのインディペンデントユーザーに近づきつつあることを証明し、学習者の意欲や自信を高める、あ、目標ですね。はい、準2級と2級のギャップを埋めることで学習者に身近な目標を提供する。そうだ、こことここが遠すぎちゃってるっていうんですね。そこでもうちょっと身近なものをね出して勉強していくのにね、こう上がっていくっていうね感覚を持たせると。で、小さな成功体験の機会を提供することで学習者のモチベーションの維持向上を図る。遠すぎちゃってものすごい努力しないと突破できないんでね、成功体験を持たせることができないってことですね。高校生の学びに寄り添い、高校2年生にふさわしい英語力が身につけられていることを客観的に示すと。なるほど、だ1年生で準2級、2年生で新級、準々2級ってわかんねえや、こっちが準々でこっちが準なのわかんないですけど、で2級で高3っていう風に、こう1、2、3でちゃんと味わえるようにってことですね。導入の背景、皆様方からの声と、準2級と2級の間には高い壁があるそうな。受験者データから5級から準2級までの各級の合格までに要する期間がおよそ1年間であるが、準2級合格者が2級に合格するまでに約2年近くかかっていると。はい、だからいけない、まだは高1からね、高3だったらね、まあ当然2年ぐらいかかるっていうのは当たり前ですけど、そしたらやっぱね高校生勉強するやる気がうせちゃうよね。詳細につきましては、そうなんだ、公表すると、今後も速やかに公表しますと、まだあるんですね。で、皆様方からの声、準2級と2級の間には高い壁があるっていうので、はい、先生の声載ってますね。準2級と英検2級は別物、その壁は大きい。英検2級は応用論理的思考力や自ら考えて実用的に英語を使う力を求めている。2級取得には生徒が能動的な学習者になることが重要。そのために英検2級までのゴールイメージ目標設定が必要。それがモチベーション維持につながると。はあはあはあ、なるほどね。それがなかなか大変ってことなんだね。生徒たちが学んできた成果を段階ごとにしっかり評価し、生徒たちの小さな成功体験を積み重ね、継続的な学びにつなげていきたいと。なるほどね。今はこう遠すぎちゃってやる気がなくなっちゃうってことね。英検準2級を一発で通った後、2級に合格するまで2回落ちて3回目でやっと受かった。2級は全然別物。準2級は3級に近いレベルなのかもしれない。というふうに生徒が思っていると。2級の単語レベルは準2級までとは段違い。そうですね。2級ね、勉強してる人にはね、そう思っちゃうかもしれないです。で、2級合格までに要する時間っていうのが、まあ2年ぐらいかかってるよっていうのは先ほど書いたやつですよね。はい。お、ここに載ってるじゃん、表がちゃんと。英検5級から2級までの各級を順番に受験し、合格した受験者のデータを抽出。グラフの5級から2級までの全級合格者、各級の合格までに要した期間の平均値を算出と。英検5級から準2級までの各
各級を順番に受験し、合格した受験者のデータを抽出。グラフの5級から12級までの全級合格者、上述と同様に算出した。なお、準2級から2級の合格者、約21ヶ月は5級から2級までの全合格者が、2級合格に費やした期間をもとに集計した。かなり難しい言い方をしてますね。5級から2級までの全級合格者、18ヶ月、1年6ヶ月かかって、準2から2級に行ってるのか。なるほどね。今まで 6.8、8.8、13.6 ってやったのが18ですから、ドンとやっぱりね、長くなってる。で、それに対して、5級から準2までのを見ると、7.2 ヶ月、9.6、6ヶ月 17.2 ヶ月で順に合格して、まあこれで考えると1年9ヶ月ぐらいはかかるだろうってことね。はいはい、なるほどね。順にまで高校1年生の段階で取った人っていうのは2級取るのに高3まで2年ぐらいかかるだろうってことね。うん。それに対して高2でもう2級を取った人ね、高2で2級を取った人っていうのは順2から2級までだ。だからだいたい中学生ぐらい取ってる人が多いのかな。18ヶ月で取るってことね。はい。で、5級から1級まで、お、1級まで全部合格した人、うんうん、が 5.2 ヶ月、6.4 ヶ月、8.8 ヶ月、13ヶ月で行ってると。あれ、その後ろ、え、やっぱ準1取るまでもっと時間かかってるじゃんね。高1から高3ってやっぱ2年ぐらいかかってるじゃん。で、1級にも同じぐらいの時間かかってるな。大学2年、2年ぐらいかかってる。あ、そうなんだ。じゃあやっぱ準2とね、まあこれも動画でも言ってたけど、準2と2級の間の方がやっぱ難しいじゃんね。だからそれはまあ受験使う人はこの間作ってくれっていうのもね、納得だよね。だから結局はそのどの視点から見るかですからね。その準1のこと知らない人がさ、そうやって言うね、2級と準2の間がすごい壁だって言うし、準1受けてる人、準1が挑戦してる人は絶対準1の方が高いって言うし、1級挑戦してる人は絶対1級の方が高いって言うんだけど。面白いね。この1級と準1級の間、準1級と2級の間がほぼほぼ同じなんだ。これちょっと面白いデータだな。で、新設級の位置づけ、難易度のイメージ。確実にセファールインディペンデントユーザーに近づきつつあることを証明し、学習者の意欲や自信を高めると。で、ベーシックユーザー、インディペンデントユーザー、あ、プロフィシェントユーザー。あ、これが先ほど出てたインディペンデントユーザーってやつですね。で、順位が1728点、あ、これ試験の CSE スコアですね。で、満点が2400で、で、2級のところが合格1980で満点が2600。この間、1728と1980の間か。この間の A2 のレベル、 A2 から B1 にかけてのやつか。なるほど。はぁ、突破できんじゃね結構簡単にと思うんだけど。なるほど。で、イメージとして、あ、山が書いてありますね。英検準2級と2級のギャップを埋めることで学習者に身近な目標を提供。5432、この準2と2級の間にあるんだね、山が。で、準11でまた高い山がこうあるわけですね。なるほど、こういう形でやっていくと。まあとりあえずね、発表されましたんでよかったです。それはね、はい、嘘ではなかったということで、はい、県の、はい、方わざわざ教えていただきましてありがとうございます。連絡、 あれじゃないですかね、メルマガみたいにみんなに送られるやつじゃないですかね。きちんと県の方から、協会の方からお待たせすることとなりまして恐れ入りますが、ご確認いただければと存じますって、すごく優しい、ありがたい現協会から、はい、担当の方からいただきました。本当にありがとうございます。わざわざね、はい、まあこんな力になれるかわからないですけど、とりあえずこのね、Q ができるってことをいろんな方に周知するっていうことでは、はい、お役に立てると思いますので、はい、まあこんな僕でよければ使っていただいて構いませんので宣伝していこうと思います。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。